ニコライ・ワルウェフは、ロシアのプロボクサー、政治家、サンクトペテルブルク出身、元 WBA 世界ヘビー級王者、タタール人、ロシアの元円盤投げジュニア王者、バスケットで活躍した経験もある。その大きさゆえに長い間、色眼鏡で見られた。物珍しさから世界中から、出場依頼が届くものの、世界挑戦まで計画されることは、 ベテランの域に入ってからであった。WBA 世界王座を手にした際には、俺は怪物ではなく、スポーツマンであることを証明するとコメントし、当時スター不在であった、ボクシングヘビー級のリングにおいて期待されていた。1993年10月15日、ドイツでプロデビュー。1999年1月22日、アレクセイゾキンに6回 TKO が知し。 ロシアヘビー級王座を獲得。防衛2回。2000年6月6日、ユーリー・エリトロフ22回判定勝ちしパバヘビー級暫定王座を獲得。2001年2月2日、正規認定を受け、パバヘビー級王者となった。暫定王座を含め通算5度の防衛を果たし、2004年4月に王座を返上した。2004年7月24日、 WBA インターコンチネンタル暫定王座決定戦でリチャード・バンゴと対戦し6回1分50秒 TKO 勝ちを収め王座を獲得した2004年10月9日 WBA インターコンチネンタルヘビー級王座決定戦でパオロ・ビドスと対戦し9回2分33秒 TKO 勝ちを収め王座を獲得した2005年5月14日 世界ランカーのクリフォードエティエンヌに3回小勝ちで WBA インターコンチネンタルヘビー級王座の3度目の防衛に成功した。2005年10月1日、ラリードナルドに2から0の判定勝ちを収め WBA インターコンチネンタルヘビー級王座の4度目の防衛に成功するとともに WBA 世界ヘビー級王座への挑戦権も獲得した。 2005年12月17日、ドイツのベルリンで WBA 世界ヘビー級王者ジョン・ルイスに挑戦し、2から0の判定勝ちで無敗のまま WBA 世界ヘビー級王座を獲得し、ロシア人として初めて世界ヘビー級王者となった。また、前回級を通じボクシング史上最長身、最重量の超巨人王者になった。2006年6月3日、 ドイツのハノーファーで世界12位のオーウェンベックと対戦し3回小勝ちで初防衛に成功した2006年10月7日アメリカのイリノイ州でモンテバレットと対戦し11回小勝ちで2度目の防衛に成功した2007年1月20日スイスのバーゼルでジャミール・マクラインと対戦し3回終了時 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した 2007年4月14日、ドイツのシュトゥットガルトで世界1位のルスランチャガエフと対戦し、12回判定負けで4度目の防衛戦に失敗し王座から陥落した。プロデビュー以来の連勝記録は46で止まり、ロッキー・マルシアのラリー・ホームズの記録を更新することはできなかった。2008年2月16日、ドイツのミュンヘンでセルゲイ・リャコビッチと WBA 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で対戦し、12回判定勝ち、チャガエフへの挑戦権を獲得した。2008年6月に指名挑戦者として対戦が予定されていた王者ルスランチャガエフがアキレス剣負傷のためリングに上がれないことから、WBA はチャガエフを休養王者として扱うことを決めた。2008年8月30日、 ドイツのベルリンでチャガイフが王座を保持したままーイと認定された正規王座をジョン・ルイスと WBA 世界ヘビー級王座決定戦で争い判定勝ちで正規王座を獲得し王座に返り咲いた2009年2月11日現在ワルーエフは WBA ワールドチャンピオンチャガイフは WBA チャンピオンインリセスとされて王座が並立した状態にあり 6月26日までに対戦することが義務付けられていた。これを受けて2009年5月30日に中立地のフィンランドヘルシンキで王座を統一するための両者の対戦が予定されていたが、チャガエフは前日計量後の検診をパスできず契約、不履行により中止となった。同年7月にはチャガエフの王座は剥奪された。2008年12月20日、 スイスのチューリッヒでイベンダーホリフィールドと対戦し2から0の判定勝利で初防衛に成功した2008年には沖縄ワールドリングボクシングジムに手合宿を組んでおり以降もたびたび沖縄を訪問しているまた同ジムに移籍した同じロシア出身のサーシャ・バクティンとトレーニングを共にすることもある2009年11月7日ドイツのミュンヘンで 元統一クルーザー級王者のデビッドヘイト2度目の防衛戦を行い0から2の判定負けで王座から陥落。この試合を最後に現役を引退した。その後、政治家に転身。政党、統一ロシアに所属し、2011年にロシア会員議員に当選。ありがとうございます。